会社の人が窓口で訂正してほしいっていうのは本当になかなか難しいと思います。で、金子局長、長男、次男、次女、それから婚外子で法的な効力何も変わらないですよね。長男長女と書く意味ってあるんですか。10回結婚して10人男の子が生まれれば10人長男がいるんですよ。そしてこの婚外子で名前を例えば変えるっていう、あ、長男長女に変えると、例えば次男って書いてあるけど別に2番目じゃないことだって世の中にはたくさんあります。意味がないんですよ、長男か次男か次女かって。これもう続き柄な男女にしたらどうですか。いや、男女は続き柄なんじゃないという意見があります。でも婚外子は今まで男女って書かれてきたんですよ。この長男長女次男次女、住民票はなくしました。なくしたらどうですか。金子局長。今のご質問で、あと住民票はこと記載されるということは承知しています。で、性別をが分かるような記載、これはやはり戸籍から判明しないと、婚姻するときにですね、その両者が一方が男性一方が女性かということが戸籍上判明しないということが問題があるので、性別の記載は現行法の下では現行民法の記載からすると必須だと思います。で、順番ですね、徴用の序といいますか、最初の男なのか、長男なのか次男なのかというこのことにつきましては、まあ、同一性確認に資する身分事項として交渉してきたという歴史がありますけれども、まあ、今から思うに必ずしも必須ではないのかなという気もしています。福島みずほ君。必ずしも必要ないという答弁をいただきましてありがとうございます。その通りなんです。3回結婚して3人男の子生まれたら3人長男なんですよ。次男って書いてあるからといって2番目とは限らないんですよ。意味ないんですよこれ。ですから意味がないということで、これはもうなくすべきだと。